町のアルバイト従業員、西川俊宏さんは今月14日、幌加内町の朱鞠内湖で釣りをしていたところ行方が分からなくなっていました警察などが捜索したところ現場周辺でクマに襲われたと見られる遺体が見つかりましたその後の DNA 鑑定などの結果見つかった遺体は西川さんと判明しましたまた死因はクマに襲われたことによる全身多発外傷であることも分かりました 西川さんを襲ったとみられるクマは15日に駆除されていて、胃の中に肉片や骨片が残っていました。これらの胃の内容物からも西川さんの DNA が検出され、クマに襲われたことを特定したということです。